どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こんな感じで朝起きた時にこうペタッとなってる方って、そういう方向けの朝1分でボリュームアップできる方法について今日は紹介します。で、まず使っていくのが今日はね、ミストですね。これを、まず根元、ボリュームが欲しいところにつけていきます。そんなにね、たくさんつけなくてもいいんですけど、少しね、湿るぐらい、なんか2プッシュぐらいですかね。こうちょっとこう水気ができるぐらいで、その後に櫛とかで軽くなじませます。水をちょっとなじませるような感じ。次にじゃあドライヤーを使っていきます。で、どんなドライヤーでも全然大丈夫なんですけど、まずね、この口があるタイプでやるのと、風がこのぐらいですね、弱い風が出るのが一番いいかなと思うので、こういうふうに調節できるドライヤーを使ってもらうことがおすすめです。じゃあ早速やっていきますね。結構ね、このぐらいの湿り気だったら全然大丈夫なんですけど、ちょっとね、つけすぎた、びちゃびちゃにしすぎたっていう方は、まず簡単にですけど乾かします。うっすら湿り気があるなぐらいな感じで乾かしてもらえたらいいかなと思うので、で、それが終わったらもうここから簡単です。根元のボリュームが欲しい部分を少しね、こう浮き上がらせるというか、軽く掴んでボリュームが欲しい部分をこういう風に膨らませます。こんな感じですね。で、この状態でさっきのドライヤーを当てていきます。もうたったこれだけです。で、この時に強い風だと結構ね、毛羽立ちだったりとか結構出てしまうので、パサついて見えやすいので、なるべく弱いこういうね、風で、少しちょっとね、当てていきますね。で、ドライを当て終わった後、この後に冷風をかけてもらってもいいんですけど、ちょっと冷風かけるのめんどくさいなっていう方は、このままちょっとだけ時間を置きます。ちょっとだけ時間を置いて離すと、わかりますかね。こんな感じでボリュームが出てます。次に反対側ですね。こっちもボリュームが欲しいとこですね。こういう風に掴んでもらってドライヤーの風を当てていく。なるべくね、熱かったらちょっと離してください。で、ちょっとドライヤーの風を当てたら少しだけ時間を置いて離す。すごくないですか？これ結構ね、簡単にボリューム出るんですよね。で、こんな感じになります。で、このままだと、やっぱりね、猫っ毛の方だったりとか、柔らかい髪の毛の方っていうのは、多分ペタッとしてしまうかなと思うので、ここで、ちょっとね、こう、束感というか、ボリュームをしっかりとね、指で、綺麗にね、均等に出してから、スプレーで固めていきます。根元がボリューム出てるとこあるじゃないですか。ここにスプレーをふわっとなっている部分のこの内側にスプレーを入れるような感じでやってあげると長持ちしやすいです。綺麗にしてバランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。本当にね、めちゃくちゃ簡単で、本当ドライヤーだけで結構できる方法になってます。で、まあミストとか、まあつけた方がいいんですけど、ミストがなかったら、まあぶっちゃけた話、水でも全然問題ないかなと思って。で、ドライヤーやるときもね、さっきつまんでたんですけど、なんかもうボリュームを出せれば別に問題ないかなと思うので、ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、いろいろリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。